2018年11月に初公開されたマツダの C セグメント乗用車の4代目モデル。それまで日本ではマツダ3のことをアクセラと呼んできたが、4代目がマツダの新世代商品群の第1号車となることから、全世界でネーミング統一を図り、マツダ3が正式名称となった。ファストバックとセダンモデルをラインナップすることは従来通りだが、マツダの提唱する鼓動デザインの採用により、双方の個性がより明確になった。とりわけファストバックモデルの造形は圧巻で、ボディパネルのデリケートなフォルムが、繊細な光の移ろいを見事に表現している。搭載するエンジンは、マツダの新世代エンジン、スカイアクティブの系譜に連なるもの。1.5 リッターと、2リッターの直噴ガソリンと、1.8 リッターのディーゼルターボを主軸とし、やや遅れて2リッターのマイルドハイブリッド、M ハイブリッドが加わった。このマイルドハイブリッドは、火花点火制御圧縮着火という、独自技術を用いたエンジン、スカイアクティブ X を搭載しており、要素 SCR などの高価な仕組みを使わず、ノックス排出を抑えることができる、画期的なユニットだ。X バーガンディーセレクションは、そのスカイアクティブ X を積むグレード X に、バーガンディーの内装をあしらった特別仕様車、赤ワインを思わせる、ベッドを本革シートやダッシュボードに使い、大人らしさや気品を演出した、スペシャルなモデルだ。